ゴールデンハーベストは香港で最大の映画会社である。ブルース・リーやジャッキー・チェンもここで育った。もういろいろ噂がありましてね、なんかフィリピンでフィリピンの森の中で誘拐されたりね。いや、それは冗談ですけれども、なんか実際の話ではフィリピンですごく売れ子の女優になったのが確かに入ってきましたんですけど、それが良かったな良かったなと思って。でもせっかくフィリピンで名を打てたからフィリピンでやればいいじゃない。なんかフィリピンであなたの映画合作しましょう。はい、よろしくお願いします。昔このスタジオで撮った映画フィリピンで売れそうかな。大島さんの場合は成功した例です。彼女の名前で東南アジアのいろんな国売れるんですよ。この映画が大島さんが入ってると売れます。久しぶりに大島さんは懐かしい映画スタジオを覗いてみた。リー・リンチェイさんは映画「少林寺」で知られる香港のトップスターである。金武英雄。金武英雄。都是动作。アクションの映画。在雷小龙以前拍的《精武门》。ああ、ブルース・リーの昔の作品のもう一回、彼は今一番アジアで有名なリー・リンチェイさんです。识唔识日文？唔识，不过电影里要讲几句。陈真。